さっき通り過ぎましたよ、情報が来ていた卵の自販機。あー、ほらほら、ここです、ここです。自販機ある？一度食べたらやめられないよ。あーったー、ふみちゃんちの卵、これが自販機。へー、何これ、金カムは、あー、ゴールデンカムだ。なんでなんでそれを。何？金カムは尾形百之助というかな。からゴールデンカム実写版楽しみです。尾形の危機管理能力の高さと心を乱すことなく狙撃する精神力が好きです。たまに可愛いとこもあるしね。あんこう鍋もいいけど卵も美味しいよ。あ、やっと出た。やっと出ました。前回どうかしてます。え、ないじゃん。なんか。なんだろうね。もう全部ないじゃん。もう全部。どういうこと？これ。ランボルギーニとか。だからもう何、まあすごいいいんですよ。楽しいからね。だから違うわけ。これは愛のままにわがままに、僕は卵だけを傷つけない。君だけに、なんてせんのかな。ねえ、20個。あは、20個はいらないよ、こんなにいっぱい。ここよく来るんですか？いや、ここばっかりなんですよ。美味しい？美味しいんか、うん、いいですよ。いい。え、僕らね、20個はいらないいうことでシェアしますか？いいですか？いいです。私はいいです。私も。はいはい、ありがとうございます。嬉しい。700円ってくれた。じゃあ、あなたが、はい、あ、違う、すいません、すいません。うわ、多いっすね、やっぱりね、20個はね。じゃあ真ん中で切れますかね。どんなです、どうだろう。私袋入れますよ。あのいくらもらえばいい。345円。45円。350円。ちょっと待ってくださいね。こん中にポン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 入れてもらえば。本当ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？1,2,3,4,5。汚いんだけど。汚いか、ティッシュは。まあでも、もう気持ちは伝わる。10個でこっちにちょっと、あのティッシュを間に挟んで、ありがとうございます。ちょっと香りの隅田にしてます。はい、優しく、はい、ありがとうございます。すいません、お気をつけて。はい、はい、はい、情報にあった、そうですね、卵の自販機、はい、20個のうち、うん、シェアして、はい、はい、させていただきました。ですよ。来た来た。どうも、はい、ありがとうございました。すみません。ごめんなさい、ご無沙汰しております。ちょっとあの YouTube で回ってます、三好を。YouTube で。あの SNS。あ、じゃ佐々木豆腐店。あの社長に許可を受けて、うん、あの対応してくださるということで。あ、本当に、わあ、これでいいの。ぐるっと回ってんの。ぐるっと回ってすごい。え？なんかやかましい人みたい。やめてよ。すいません、お邪魔します。すいません、ごめんなさい、突然。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。社長です。あの、あんまり社長と思われないです。いや、ごめんなさい、私もちょっと、どっちかなと思う。あ、いいですか、はい、ただね、ない、大人気なんですよ。本当だ。まあでも美味しい。なんかおすすめとかありますか？おすすめは、はい、最近出した新作で。どれですか？あの、これじゃない、スイーツなんですけど、トーファーを作って。おお、トーファー、台湾のなんか豆乳で作る、こう定番のスイーツがあって、うん、をちょっと作ってみたんですけど、ちょっといただいてもよろしいですか？はい、なんか、はい、僕本場の豆腐は食べたことなくて、
え、ちょっとレシピとか見て、あのこうかなみたいな感じで作ってる。それ言わない方がいいっすよすごい正直でいらっしゃるから、なんか本当に台湾好きの人からしたら、お、これトーファーじゃないよ言われたことあるんですかでも美味しいんでしょ。美味しい、美味しい。これはこれでいいけど、あートーファーではない面白い。なのに台湾の定番スイーツって書いてあるんですねこれ書き直そうかなって思う。ああ、じゃあオリジナルのトーファー風って書こうかな。あ、なるほど、なるほど、なるほど。2人ぐらいから言われたんで、それも確実にそうかもしれないですねこれ納豆なんですけど、この実は広島県であの納豆を生産してるのがうちだけなんですよ。え、だから唯一のこう広島県産納豆。すごい、メイドイン広島というか。で、普通で、うん、あの結構あっさりした味なんかもうしっかり噛めるような感じの納豆ですね。豆感をしっかり味わって。あ、でもそんな匂いが気にならないっていうね。気にならないですか。あれ、匂い、そんなこと言ってないですよ、ね、あ、ごめん、そう、味が理想を言うなまあ、至る所を巡っております。そうだね、三好編。はい、いよいよ、これが最後でしょう。そうだね、ラストの場所でございます。はい、なんか、唐揚げがめちゃくちゃうまいって。そうらしいのよ。なんか、いろいろ、まあ、口コミいただいて、でそこから私も調べたんだけど、うん、ここの唐揚げが一番おいしいとか言って、人生で一番おいしかったとか言ってる人もいるぐらい。10歳とかじゃないよな人生がちょっとまだ短かったみたいな間もなく閉まるのか。あと30分で閉まる。時間的にはね、全然間に合うんですよ、はい、うん、安全運転で当然行くんだけど、着、うん、いてから、はい、まあね、撮影許可が降りるのかどうなのか。でもまだ山だよね。うん、こんなとこにあんのかな。みんなよく知ってるね。あ、なんかあるかも。皆さんに聞かんと絶対来れんぜ。あ、今見えここだ。ね、パートランプ見えたよ。ちょっと待って。どこだ。曲がったとこだと。ほら、鋭意の行の中。うわあ。来た来た来た。すいません、あの YouTube チャンネルをやってる中島と井上というものなんですけど、はい、もしよかったら。それじゃあせっかく買ったね、はい、お土産を楽しみたいと思うんですけども、はい、ま、残念ながら、うん、あの某唐揚げ店は、はい、YouTube の仕組みがよくわからないと、うん、でもしたくさんの方がいらっしゃった時に対応しきれないので、うんうん、ごめんなさいということでございました。はい、で、あのプライベートで買ったんだよね。そうそうそうなんですよ、はい、で、まあ美味しいぜと。そう、すっごい大きくって美味しいので、はい、まあ、気になる方はぜひお店に行ってみてください。そうですね、はい、あの三好唐揚げで検索したらもう間違いなく出るでしょうからそうですね、はい、ということでございまして、はい、じゃあそれ以外いただきたいんですけども、うん、佐々木豆腐店で買ってきた厚揚げをまずはいただきましょうかね。すっごい周りカリカリだね。うん、うーん、周りはすごくカリカリしてて、うん、で中のお豆腐はきめも細かいし、うん、コントラストが結構はっきりしてて美味しい。おいしい。すごい。はい、あ、待ってました。この卵もまあそんな大きいわけではないんだけど、そうだね。ね、あなた好きだもんね、TKG。うん、なんかでもあんまりに食べ過ぎてるからちょっと封印してんのよね。うん、普通に美味しい。うん。うん。で、もう広島県か。出ました。はい。納豆。うん。うわっ、おいにぃがすごい。この状態でもう、あと量が多いね、やっぱり。そうだね、これは量が多ございますな。あー、いいね。おー、でも一気に食べた方がいいじゃろうけどな。甘納豆ぐらいあるね。ねえ、大きいね。
まあでも本当広島県の中でね、うちだけだって言ってたじゃん。まあ、本当それだけ手間がかかるんだろうね、管理とか。そうじゃね。あ、泡立ってきたね。仕事中はおふってください。仕事じゃないね、撮影中はおふってください。そんな言い訳ばっかりしてドス。ダブルでパンチ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 。あうわーさっと、うーん、うわ、出た出た、本当に黒豆とかあんじゃん、うんうん、あれを食べてるような感じ。え、黒豆？納豆って下手したら糸の方が主役みたいな感じじゃない？あー、わかる。なんか本当にね、豆が主役、豆が主役ってか、はぁ、うん、インカメどうしようもない。え、何に似てるかな。黒豆じゃん。言うたよ。さあ、つうことでございまして、三好たくさん美味しいもんがありますんでね。そうだね、はい、ぜひぜひお土産も楽しんでいただきたいと思います。はい、ということで、はい、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました、はい、動画が楽しかったよという方はですね、いいねボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします、はい、あとコメントも待ってます。はい、どんどん、あ、おいしい、うん、うん、すんごいむっちりしてる。おー。